はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんからご依頼です。はい、クロニクルのホビーですね。今ちょっとリピーターの方のみね、ちょっとお安くしています。で、今日発送して一応まあ明日届くのではないかなと、一応はい、予定でお願いします。一応都内を、まあ、都内からの発送ね、1日ずれる場合がありますね。オリンピックの期間中、オリンピックパラリンピックの期間中ですね。来週、あ、9月か。9月入るとちょっとこの辺の道路とかが時間帯によって使えなくなるので、まあそこまで大丈夫だと思いますけどね。今のところは大丈夫。初年のためね、配送番号を確認していただいて、よろしくお願いします。マラソンもこの辺使うんですよね、パラリンピックはね。まあ9月だから、まあ、暑さもあるかもしれないですけどね。はい、よろしくお願いします。まずはプレミアスね。はい、ルーキーね、弾いておきます。ロドリゴさんって何人かいるんですかね、うん、何かいるよねはい、ジョーさんもいる。で、この次がひっくり返ってますね。プリズムオプティック、どっちだ。マイケル・キーンさん、エバートン、あれ、これプレステージか。あ、プレステージオートだ。243ですね、シリアル。マイケル・キーンさん、あれどうだろう、うん、ショープリの方なのかちょっと分かりませんが、この間出たかな。なんかこのプレステージの音って500以外だとなんかちょっとショープリっぽいようなところが何人かいますよね。で、これにしかいないみたいな。で、シリアルですね。これはアスピレーション。76枚限定ですね。モレノさん。ミトロビッチさん。リシャルリソンで、ンデリー。ウッド。はい、プレミアからまず3位が出ました。マイケル・キーンさん。エバートン。ちょっとシリアルが、ちょっと微妙なとこですね。どうだろう。サイン2枚経過。この1枚か、ちょっとわかりませんが。モドリッチ。パコ・アルカッセル。マヌさんですね、ルーキー。はい、マリオさん。で、これが、ひっくり返ってる。お、メッシだ。でも厚さ的にジャージかな。あ、ジャージでもでいいですね。うん。メッシのイリュージョンかな。これはイリュージョンだっけ。ジャージ来ました。299-23。はい。バルサのジャージも貴重になっていくのでしょうかね。あ、またアスピレーション。今度はルーキーです。リゴニさん。ですね。こちらも77、背番号が23ですね。ケネディさん。ジョセルさん。ホセルさん。で、サーティファイドに、エリートに、イリュージョン。これイリュージョンだっけ？イリュージョンだ。ね。イリュージョン。アメフトのブランドなんですね。さあ、ここがどうでしょうか。はい。ルーキーです。これはセリアですね。ベルデさん。これだ、ひっくり返ってる。ローマ。ゼコさん、薄いっすよ。あ、サインだ。あ、少ない。で、ローマゼコさんの99シリ15番。これ初めて見ましたね。エリートノートってあんま見ないような気がします。プレステージと、あとなんだっけな、なんかちょっと暗めのやつをよく見ますけどね。これもパラレルなのかな。いいですね、ローマゼコさん。はい、
カントリー、クリの方はね、ちょいちょい見ますけどね。これはルーキーで、オプティック、パレスさん、ルーキーです。ラッツィオ。これは、ルーキーじゃないね。あ、クリルのかと思った。あ、キーパーだ。あ、そうだそうだ、これね。パッと見ね。あれ、グローブつけてるみたい。ピッコリさん、ロベルト・ピッコリ、ルーキーですね。へ、うん、フォワードなんだ。91番つけてんの。あ、これからですかね。ピッコリ覚えとこう。はい、ということで、サインが2枚、まあ、やや少なめなところが2枚だったのかなと思います。普通はまあちょっときついなってボックスだと、あの500、500で、あの、ナショトレなしっていう、あの、ね、レジェンド系なしっていう、そういう箱が一番きついんですけど、これまあ、まあ、2枚ともやや少ない系ですね。で、あとは、ちょっと待ってください、メッシのジャージも、ジャージカードもかなり貴重になってくるのかどうなのか、ちょっとわかりませんが、一応ちゃんと、ロダイルで。はい、こういう感じですね。まあ、シリアル系は両方アスピレーションでしたね。うん。クラックドアイスのとかステータスのがちょっと少ないんですけど、両方アスピレーションっていう感じでした。ローマゼコいいですね。うん、こう、キーンさんってあのロビー・キーンさんの親族の方とか、どうなんですかね。プレミアリーグだもんね、だってね。書いてあんのかな。書いてないね。うん、ちょっとわかりません。はい、ということでね、はい、じゃあポカですね。はい、左のタブ店長で、右のタブが TSK さんで、3回押します。1 2 3 4 5 11となってしまいました。はい、じゃあ、一応本日は発送します。はい、ですので、明日、配送番号の方をちょっと検索していただいて、お受け取りよろしくお願いします。はい、いつもの時間に設定ね、記載しております。ありがとうございました。